みんな気づいたかな？何？まあね、洋服私たちね、前回と一緒ですけど。はい。だからまあ日本撮りかなってみんなお察しじゃないですそうか。ですね。でも何かが変わってるんですよ。なんだ？何かが変わってる。わかる？なんかどうしたの？このお土産チーズのさ、でも大好きだけどめっちゃ美味しいよね。ハンバーグ好きなんだよね。美味しい。でもビーフシチューも好きなの。ほろっとしてて。そう、でもね、1本目の時忘れてたの。カフェ館で行くって言ったのにね。何のドリンクもないねってことで。だから私たちもちょっとカフェ館のね。かくましの何？桜？桜のね。桜。何も伝わってこんよ。白玉桜ラテ。白玉入ってんの？そう。なんかもちもちしたのが流れ込んでくる。美味しい。みんな食べたことある？わらび餅セブンの。めっちゃ美味しいよ。柔らかいんだよ。だけど今はわらび餅じゃなくて、ソースマヨもんじゃを食べます。絶対合わないけど、美味しいの。じゃあ私は UFO。朝から。もう匂いが。開けて高ぶってる。そんね、な匂い？めっちゃ味濃くて美味しいの。ああ、いいな、いいな。すごいよ、これ。匂いが。夜これ買いだよ。ほらー。 UFO だよ。すごいね。コラボしてるってことなのかな？そうだよね。でも焼きそばパンといえばね。うん。ちょっと出すね。ほら、もう濃いもん。色濃いソースだもん。ソース食おうぜってすごいよね。焼きそばじゃないんだよ。ソース食おうぜ。いいよね。でもね、食べたくなるよね、夜とかね。おいしい。うん！濃い！ソース食ってる！本当に！でもいいよね、ソース焼きそばのあのソースのちょっとさ、肉のさ、油も出てる感じのね。おいしいね。なんかさ、お店でね、焼きそばを買ってね、帰ったら、そこのソースがめっちゃトロトロで、で、結構ソースが最後余るぐらい入れちゃって、最高だって思うね。翌日も行ったの、そこに。そういうタイプ？あ、そう。気に入ったら、通ったらずっと。同じ。しかもずっと同じメニューを頼むし。冒険できないんだよね。できないんだよね。だし、何回か、冒険しようと思ってもそこに戻るじゃん、結局。戻る戻る。そういうタイプなんだけど、次行って、しかも友達の分とかで、2個、だ、トータル3個買ったのよ。3個とも全然ソースなくて、今日の人は外れって。人によってね、違うとげんなりするよね。これは絶対大丈夫だわ。ソース食おうぜだもん。いいね。うま、美味しそうな匂いがしておりますが。はい。でもなんか最近やっぱ外出かけられないじゃん。何してる？漫画読んでる。あ、出た。漫画好き好きマンだから漫画読み続けるか、ドラマ。なぜかね、ホタルの光をずーっと再生して。そう。今更、ホタルの光2だけをずーっと。なんでもなんで 2? 結構前だよね、あれね。2だけ配信されてて、なんたちが入ってるやつだと。それで見てるんだけど、いや、綾瀬はるかさんね。めっちゃ好きだ。いや、いいよね。なんか、あんまりさ、気取りすぎてない感じがさ、でもなんか、オフ感バリバリなのに綺麗っていうところがもう、そう、だからあれに、さ、ああいうのいいなと思って自分がやるとまた違うじゃん。鏡に全然違う。紐の女になりたい。いや、もうあれを紐の女って言っちゃダメなんだよ。でもそう思う。なんか、世間の人たちがマジで勘違いすんの。なんか、紐の女系もそうだけどさ、ちょっとそのぷくっとしてる女の子とかをさ、なんかマシュマロボディとか言うけど、いや、あれはマシュマロボディじゃないよ。細いよ。思うの、語っていい？あれはウエストとくびれがあった上のここの腰についてるお肉のことをマシュマロつってるだけだから。そうなんだよね。リアルにいんのはここないのよ。まっすぐなのよ。ここの、ここにこうついてる人もマシュマロっていいなって。じゃあ3個。自分おまんじゅうだね。おいしそうだね。そうなんだよね。それは言いたい。だから結構やっぱハードルも上がるじゃん。その、実際の、そのグラビアのモデルさんとかもそうだし、あと、アニメのキャラクターとかもさ、もう、すごいじゃん。それにさ、も
も見慣れちゃうとさ、でも無理だよ。それで言うと、なんかインスタとかツイッターで上げてる、なんかすごいモデルさんで美人の人なんだけど、みんなが想像する、うん、じゃあ自宅で過ごすみんなの女の子の予想みたいなので、すごい可愛い格好してテレビ見てるみたいな写真上げてるのと、リアルって言って、うんうん、すごい、それこそ、やっとすすってる、すっごい残念な写真あげてる人の見たことある。ない。いるんだよね。誰だっけ？現実はこうだぞっていうことを伝えてる人がいるってこと？でもそのギャップがすごいの。振り切り方が、元はすごい美人なんだけど、振り切った時のね、そうなんだ。絶対得意だよ、みたいな人。でもさ、最近さ、うん、あの、最近じゃないか、半顔メイクみたいな感じでさ、メイクする前にした後とかも乗せてる女性の方とかもいるじゃん。だから化粧の力でここまで変わるんだぞっていうのをね。いやー、絶対か、すっぴんメイクとかも、すっぴん風メイクはもう、詐欺だから。そうなのよ。一番難しいのよ、すっぴん風メイクって。そうだよ。すごいね。たまねえってなってるけど。出てくるかな？なんて検索したら出んだろう、あれ。昨日ちょうど見てたんだよね。へぇ、どうなんだ。そう。タイムリーだね。持っとけばよかったわ。ちょっと後でじゃあ調べてみようかな。みんなもちょっと調べてみてください。ちょっと進めとくね。はい、ということで、じゃあ今日もね、始めていきましょう。セブンイレブンプレゼンツ、ひだかぐま。皆さんこんばんは、ひだかりなです。皆さんこんばんは、かずまいです。は私たちがカフェで話しているような軽い会話をリスナーの皆さんに観戦してもらう番組でございます。ねえねえ、なんかね、都市隊の方でね、私たち二人のトークがいい意味でママ友の会ぐらいで落ち着いてて羨ましいって言われてたらしいんだけど。しかもそれ多分さ、1回目を見てのタイミングじゃん。そうだよね、早いよね。なんか2回目とか3回目の方がちょっとママ友みたいな、ない、ちょっと感じてるもん、私。そう、時間出てきたよ。どういうこと？1回目はまださ、そんな出してなかったと思わない？それでももう溢れてんの？あ、いや、でも、浅いと比べるとってこと？でも、褒めてんのかどうかだよな。これも全然じゃない。いじってますよね。やばいよ、たくましが。気づいたよ、このいじりに。それは何が言いたいんだ？言ってごらんよ。怖い怖い怖い。まだまだでも始まったばかりだからね。そうなの、わかんないよ、これから。なんかね、ラジオするたびに、なんだろう、地に足ついてない感じするって言われるんだよね。ふわふわしてるって言われるんだけど、その理由が未だにわかんなくて。それはいろんなラジオで。あ、そうそうそう。そうなんだ。多分なんか、声の感じとかは、確かにそういう印象かもだけど、ふわっとしてるイメージだね。口は汚いからそんなことないと思うね。でも言うときはね、そうなの、しっかり言うし、そう、あ、そう、このさ、なんか声がちょっと高いもの同士であるあるかなって思うんだけど、声のことについてさ、ちょっとブッてるとかって言われた経験とかある？ブッてる？うん、ちょっと可愛い子ブッてるみたいな。あー、ありますあります。ありますかも。あるよ。で、それでブッてないしっていうので、はぁみたいな感じでちょっとずつ言葉が。そうなの。そうなんだよ。そう。だけどさ、私の場合はそれがきついってなるのね。え、なんない？なんなくない？でもなんか、わかんない、度合いによるわ。でもなんか、前に言われて、あってなったの、あやねにね、あやねが言う、バカじゃないのと、私が言うバカじゃないのは違うと。あやねが言うバカじゃないのは笑いとか、はは、ってなるけど、私が言うバカじゃないのはちょっとキレてる。どういう時なの？最近はまだマシになったんだけど、たぶん3、4年前の、私が言うバカじゃないのは、たぶん本当に、あ、怒ったみたいな、に思われがちだったの。本心は全然だよ。あ、そうなんだ。そうそう。でも確かになんか、いつもニコニコしてるイメージが強いから、バカじゃないのっていう時の真顔で言われたら、泣いちゃう。え、つらって。ここまで。あるあるなのかな、だってさ、1回目のね、まだ感想しか見れてないんだけど、ツイッターのさ、その漢字やってたとかっていろいろりなちゃんに対しての感想が、だいたい、はい、りな天使って書いてるのばっかりだったから、本当に周りの印象がもう天使なんだよ。そんなことないと思うよ。天使だよ。あなたは天使の印象を受けています。でも声の
パワーっていうかさ、イメージは確かにあるかもしれない。そうでも昔から書くもしはこの声、この声のはず。あーあなんかホームビデオとか見てて、うん、自分の声がちょっと高いのが気になって、あビデオとかは声高くなんだって思ってたの。自分の中は低いからさ。あーでもか電話とかのさ声もさ自分こんな声なんだってなるよねショック受けるよね。誰ですかって子供じゃんみたいな。本当に子供だと思ってた自分の声、子供なのにそうなんだ、あれあれだわ。でも私デビューしたては結構濃いハスキーで、あ言ってたね、そう低めだったんだけど、うん、やっぱりそういう小さい子やることが増えたから、高い声出るようになったらそう声高くなってって、でもそしたらさ、うん、あの中学校ほんと3年生とかの時かな、うん、に合唱コンクールがあってね、うん、でソプラノだったの、だから高い方担当だったんだけど、やっぱり声が比較的言えばみんなよりも上目にトーンっていくからさ、なんか日高さんの声しか聞こえないからなんかちょっと音量下げてって言われて、そう全然出してないのにって思うよ。そうなんだよね、なんか高い低いだけじゃなくなんかあるのかな、周波とか届きやすいとかね。英語の時間をさ、リピートアフターミーみたいな時の自分の声やたら聞こえんなって思う時あったよね。わかるよ、共通点がまた見つかりました。そうだね、結構多いかもしれないね、そう考えると。そうなんです。え、まだ始まってもなかったわ、大変あー本当だねということで、日高くま今夜も30分軽い感じでやっていきます。この番組はセブン&アイホールディングスの提供でお送りします。セブンイレブンプレゼンツ日高くま、女性はビエンナさん。ビエンナさん、見たけどめっちゃすごくない？すごいです。なんか可愛いの、可愛いも 100% 可愛いの。超絶綺麗で可愛いの。そう。けどその真逆がもうなんか半端ない振り切り方なのよ。いやすごいよね。なかなかでも撮れないその瞬間をっていう。どんだけ頑張ったんだろう。これが理想ね。うん。すごい。ねえ。これ。マジか、超激すぎて。水着のやつやば、黄色の水着のサングラスを取った時のじゃあちょっと好きになるわこれ見てて全部当たりなんだよね、かっこいい。ここまで、そうインスタもツイッターもされてるから見てほしい。ぜひ見てみてください。フォロワーさんすごい数いるんだって、ね、かわいい、うん、好きな人とデートね。うんうん仲いい人の時こんな変わるもうでもそっち見て好きになるよね後半のね。わかる全部見せてくれるからね、女性はこういうもんだよっていうことをね書いておりました。そういうところが可愛いよね。うんうんうん。はい、じゃあメール読みましょうか。はい、ラジオネームミルクティーに茶柱さんからいただきました。ありがとう。ひなちゃん、くまちゃん、こんばんは。こんばんは。新番組開始おめでとうございます。僕はお二人のラジオやトークが好きなので、そんな二人の組み合わせでお得感を感じています。例えるならば、オムハヤシって感じです。お二人は最近、この組み合わせ神じゃねと感じたことってありますか？とのことです。あ、でもオムハヤシ美味しいよね。わかる。オムハヤシ。オムハヤシ。ハヤシって何？ハヤシライス。ハヤシライスってさ、ビーフと何が違う？ビーフがないハヤシ？ん？ハヤシにビーフ入れたらビーフシチューなんかハヤシの方がちょっと甘めじゃない？あ、そういうこと？ちょっとケチャップ入ってんのがハヤシ。トマト、そう。トマト入ってんの、ハヤシは。なんか、ハヤシって何ってなって。怖くなってきたんだけど、でもオムハヤシ結構多いよ。ほんと？そんなになくない？ほんと？え、でや。あんま出会ったことないかも、オムハヤシ。ちょっとオムライス屋さんに行くこと結構多いからかな。結構ね、ある。ちょっと次食べてみよう。めっちゃ美味しいよ。ハヤシが怖くなってきた。なんで誰ハヤシってドイツって。オムハヤシ。この組み合わせ神だね。なんだろうなぁ。でも卵かけご飯。ねえねえ、どうやって食べる人？あ、なんか白身じゃなくて黄身だけで食べたい。贅沢なやつだ。こっこりと。で、ちょっと味噌とかつけて。味噌？味噌。あ、でもなんか豚味噌みたいなのが瓶で売ってたりするから。あ、それかも、卵かけ醤油みたいなの。専用のやつか。あのさ、白米にさ、直接さ、
私ソーミーつゆをかけんの。おー、直接があって意外って言われたんですけど、めちゃめちゃ美味しくて。そうなの。そしたらね、うん、テレビでね、うん、2週間後ぐらいにね、なんか卵かけマイスターみたいな人がね、何いるのよ、いるのよ、おすすめしてて、そう、試してみて。直接かけんの。直接かけて、その後に私は温泉卵派なんだけど。あー、温泉卵もいいね。いいよね。でもさ、卵ってなんかこんだけちょっとテンション高めに言ったけどさ、うん、たまに本当に美味しいのかって思いながら食べるときない？へぇー。なんかそれ自体にすごい味があるわけじゃないじゃない。まあ、白身特にね。そう。食感が美味しいのか、醤油が美味しいのか、なんか単体だと、まあ、でもゆで卵も美味しいけど、うん、どっちかというと合わせの方が良くない？あ、そうなの。なんか、ローストビーフ丼に卵。あー、強い。強いよねー。卵のために食べてるのに、うん、その卵は美味しいの？だから合わせてやっぱ最強なんです。あー、なるほどねー。あと私さ、今までさ、うん、お好み焼きと焼きそばを一緒にするのダメ派だったの。なんだけど、あれ関西風は一緒なんだっけ？あ、違う、広島か。で、試したらめちゃめちゃ美味しくて、いいね、そう、あのカリッとか、焼きそばのね。広島のめっちゃ美味しいよね。ま、あの、薄いじゃん、あの、小麦というかさ、あれがたまんなくて。美味しい。いただきまーす。食べたくなるよね。だった。うん、なんか冬加工が、うんうんうん、でも甘いものも好きだからな。甘いものの組み合わせは何がいいの？でもやっぱりさ、フォンダンショコラ1個よりもフォンダンショコラに絶対アイスがあった方が確実に美味しいじゃん。わかる。そう、でも普通あったかいのに冷たいのって思うけど、なんだろうね。なんだろうね。もう本当にずっと食べちゃう。最近本当家にいるからもうずっと食べててさ、うん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 、なんでだろう。外にいると、まあ、人とご飯とかも多いからさ、うん、合わせるじゃん、向こうにさ、うん。だからそんな食べないんだけど、家にいるともう自分の好きなタイミングでずっと食べられるから。あと時間の経ち方がちょっとゆっくりに感じるんだけどさ、お腹はなんか空いてないのに、空いてないのに食べちゃうんだよね。来たら食べちゃうんだよね。わかるわ。そうなのよね。うんうん。そう、もういいの？早くない？まあ、結構回ってんだね。おらま、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちの会話のネタお待ちしています。セブンイレブンプレゼンツひだかくま、今週のか。この番組はひだかとくまさんの番組ということで、毎回何かしらのかから始まる企画をお届けしていきます。はい、前回はね、書き初めをしました。第1回の時に頑張ったね。楽しかったな。楽しかったよ。今週のかはラジオネーム長崎カステラさんからいただきました。おお、こちらです。家庭か。結構ざっくりしてるのね。ざっくり家庭科の中でもいろいろある気はするけど。はい、そんなですね、家庭科の授業で習うような裁縫をしようっていう企画。なんかやっぱママミが多くない？何？そっちに振ろうとしてるでしょ絶対。あともう無理やりの感の導き方で裁縫までの。まずタグ越えて。大きいところから何でもできちゃうからね、家庭科ね。おー、ちなみになんか白いタオルに、かって縫ってほしいらしい。タオルという名の、雑巾が。あー、これに？確かに子供とかができた場合、なんか書くもんね。そうだね。これにかを縫うの？何それ？か、え、か？か？何それ？こんなの知らない。裁縫ある？え、ひらがな？何でもいいの？ひらがなで。ひらがなでもいい。でもね、いっぱいね、糸、色も用意してもらいまして。綺麗なのがね、いっぱいあるんですけれども。わかりやすい色で。そうだね、うん、白だから、反対じゃんとかの方がいいかな。私、緑にしようかな。かくましやる？やんないよ。いつ無理だい。なんかその結構取れたりしない？ボタンとかさ。取れるけどさ、もう取れたら。だってさ、そもそも最初についてるあの予備のボタンあるの？あるあるある。あれをもうどこやったかわかんないもん。捨てちゃうの？捨ててないんだよ。どっかに置いてある。一番ダメじゃん。そうか。じゃあ、糸を通します。いや、これ。でもさ、糸通しってさ、なんかあの、輪っかのやつさ、ついてなかった？今回、ないんだよね。あ、でも私、糸通しあんま使ってないな。ほんと？うん。いけるかな？
穴大きいやつがいいな。あ、いけた。こっちがいいかしら。でもこっちがいい。これみんなどういう思いで見てんのこれ。私たちが動きに顔をさ、ね、やってる瞬間を。そうさ。え、これさ、片方だけ通して、輪っか作ればいいんだよね。それでなんかね、玉結びはちょっと大きめの方がいいって言ってたよ。ね、取れちゃう。スタッフさんがね、試しで作ってくれたのがあるんですよ。ありがとう。いや、これ、薄いなんか悲しくなるよね。全然伝わらないんだけど、20分もかけたんだよ、これ。あの、ちょっと光の加減、ちょっと、何かやってることは伝わるよね。少し。後ろにも頑張ったね、感じがある。玉結びがいっぱいあんの。え、ねえ、後ろ見たい。後ろさ、か、あ、やっぱここで一回終わらせてんのね。勝手に、そしたらめんどくさいね。めんどくさいんだよ、三角あるよ、だって。よし。じゃあ行くか。これぐらい太くすりゃいいでしょ。あ、ねえ、そう、このね、間にね、あの、集中しすぎないようにトークテーマを用意してもらっていいので。集中して。なんでだよ。不毛になっちゃうからね。行きます。はい、リフレッシュしたいときにすることは？おー。え、まずさ、私、リフレッシュ必要だわってなることそんなないんだよね。あ、なんか言う、寝たらいいんだっけ？そうそう、寝たらもう全部忘れるからさ。うん。最短で行く？待って、私。キレた重視？お題の意味。あー、詰まるよーえ、でも私詰まったからもう切ったよ。え、もう切った。どういうこと？詰まったら切る。そう、なんかね、一個手前でね、うん、なんか切れたから。こんがらがっちゃったの？うん。え、てか私もう終わんだけど。なんで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 。もういいよ、最短でいきます。でも最短だよ。え、嘘。え、顔を伝えることが大事でしょ。あ、はい。顔ね。すいません。はい。先生。すいません。ちょっと、なんか、出来もしないのに。ねえ、絡まいたーい。旅行見て。待って。出来ました。え、最短で行くよ、じゃあ。もう、ほんと最短だよ、私。もう、無駄ないもん。わかった。まだ、全く無駄ない。もうスッとね、スッとやればいい。刺す回数をどれだけ少なくするかを、ね、私はもう重きを置いてやったからね。その、スタッフさんが待って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 。こんな配慮出す方ある？動きを上からギュッとやってさ、刺すことあるの？違くない？こう刺すじゃん。人それぞれだよね。そう、だから全身使ってやってるよね。これだって、ほんと普通にできたかもしれない、だったら。え？見て、早くやろうと思って。普通にやったけど。そういうことだよね。これでこれでこれ。ねえ、お前どうしたの？ちょっと修正入ります。え、ねえ、どうしたのここ。え、てか何、何これ。かだよ。か、なんだ、かになって、あ、ここがさ、多分羽がないからかな。あー、なるほどね。これを追加すればいいんでしょ。ねえ、ちょっと待って。あと一角だから。一角っていうか、おまけをね。でも、でもなんかシュワシュワしてんだけど、大丈夫かも。いけるよ。あ、ほんと、エンディングに、まだ。エンディングにつければ OK。うん。あ、でも、今日もう、後ろで性格出るよね。ほんとに。終わるの？現状見せる？うん。あ、でもできてんだもん、だって。見える。これも難しい。ちょっと、止めるわ。よいしょ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 。あ、止められた。あ、だってこれ立とうとしてた。はい。あ、見えるかな。ほら、あ、あれ角がいい感じ。ほらーい。イエーイ。でもね、後ろ見るとね、私ね、見て、めちゃめちゃズルってなって。私も追加ズル。めちゃめちゃズルってんの。かわいい顔。最初の最後しかやってないもんね。でもめっちゃ綺麗。で、見て。またズル。まんまやっちゃうの？やっちゃうね。これのどこがマムになるんだ。はい、以上ですね。ということで、今回は家庭科の配信をしましたよ。出力上がったぜ。で、こんな感じで、かの企画案を引き続きお待ちしています。以上、今週のかのコーナーでした。ひだかくま。ひだかくま。ひだかくま。
日高くま、日高くま、日高くま。お送りしてきましたセブンイレブンプレゼンツ日高くま、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんからの私たちへのメッセージえ番組に期待することなの。さまざまなお便りをお待ちしていますよ。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラス日高くままで。メールの場合はすべて小文字で、日高くま @jokr.net、 日高くま @jokr.net、 日高くまの綴りは HDKKM です。またこの番組公式ツイッターがございますよ。そちらでアップされる写真もぜひ見てください。写真だとわかるかな、この私たちの ね、どのような状況で作られたか。え、裏も見せよっか。裏も見せる、うん、見えるの。ダメなのよ、だってめちゃめちゃ無駄にしてるもん。いいと完全に無駄にしてんの。いや、一番やっちゃダメ。でも最短でできるよって。そうそうそう。いや、ママごめんって、今日こうやって刺繍名前入れてって言われてたの忘れてたよって、もう出かける5分前。あ、じゃあもう、もうリーナママはできるからね。そうだよ、もう。全部手を繋げるだけだから、もう。これで合格だから。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺でお別れでございます。お相手は、日高里奈と、かくまいでした。バイバーイ。この番組は、セブン&アイホールディングスの提供でお送りしました。